足を踏み入れました。いよいよ戦いのゴングが間近に迫ってきました。両国国技館、井上尚弥の登場とともにそのボルテージはぐっと上がっています。まず日本吉田和俊、さあランキング1位の井上尚弥、ランキング2位のフィリピンヘルソン・マンシオ、この2人による王座決定戦です。日本タイトルを取りました。そしてアジア・オセアニアを統括する団体 OPBF のこの東洋太平洋のベルトがかかるこの一戦です。日本、東洋太平洋、そして世界へと続く道を歩めるでしょうか。ライトフライ級王座決定戦12ラウンドを行います。この日本ボクシング界に突如現れた怪物が赤コーナー。アマチュア成績は81戦75勝6敗、75勝のうち48勝をストップ勝ちしてきた我が国の高等学校アマチュアボクシング史上初の7冠王、昨年10月の OPBF 段階でのプロデビュー戦、そして今年年初のプロ2戦目、さらに日本一相手の第3戦目と全てノックアウト。本日この試合の公式計量はライトフライ級リミット108パウンド、大橋ジム所属。現在のこの階級における世界ランクは WBO 第15位、WBC で第9位、そして WBA 世界ライトフライ級第5位。前線のプロ4戦目で日本王座を獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、そして今夜のプロ5戦目でこの王座へのストップとする未だ無敗の東洋太平洋ライトフライ級第1位、井上。ボクシングファンの心を射抜く赤コーナー、井上尚弥。青コーナー、21戦18勝3敗3引き分け、18勝のうち9勝がノックアウト。公式計量は107パウンド2分の1、フィリピンエスペランサ出身。現在のランクは東洋太平洋ライトフライ級第2位、フィリピンライトフライ級チャンピオン、ヘルソンスムースオペレーター、マンシオ。井上の思いをここで打ち砕く、青コーナー、フィリピンヘルソン・マンシオ。いよいよ東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦12ラウンドで行われます。左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ運命のゴングです。第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。そうですね、まあ、1ラウンドは非常に緊張感ありますけれども、はい、やっぱそこを、ね、積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、やっぱどん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 攻めていってほしいですね。そうですね、はい、さあ軽く左を出しながらという井上尚弥です。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎてペース配分ができなかった、はい、冷静さがテーマという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあ、その言葉通り冷静にちょっと相手の動きを見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちがちょっと強すぎた面が出ましたよね。そうですね、はい、前回は4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを出して今距離を取りました。軽く左を出してくるマンショーです。さあ西岡さん、ナイスフックですね。いいフックが出ましたが、フィリピンの選手との一戦ですけれども、フィリピンの選手の戦い方、何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。そうですね、やはり振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。おー、ナイスフック。ナイスカウント。今も振り回してきましたね、相手は。聞いてますね、聞いてますね。あ、ここで聞いている。さあ前に出た井上が、前に出た。今日は左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、ナイスパンチ。さあいきなり、いきながら効きましたね。さらに右、あ、マシン来てますよ。今日は打ち抜く右というのも
見せていきたい、そう話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。聞いてます。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左ランキング2位フィリピンのマンシュを追い込むか。今日は非常にあのパンチ切れてますね、うん、ガードもしっかりしてます ね、 いいですね、はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃が非常に早いですよね、はい、うん、ここも左から右、そして左ボディ、右出てくる相手に右回していきます。西岡さん、はい、左右のコンビネーションこれ完璧なんじゃないですか。ここまで前回の試合よりだいぶパンチも力強くなってますね、うん、はい、急激に力強くなってますね。今日の試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上のその右のパンチ、さらには左のフックボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前哨戦、うん、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに左、今回はディフェンスもいいですね、全く相手にボクシングをさせません。相手の動きをじっと見据えながら、そしてパンチを重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、うん、ここは続ける。ここで第1ラウンド終了です。井上が1ラウンドからいきなり圧倒してみせました。ここまでの放送は積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあ1ラウンドで圧倒してみせた井上尚弥、2ラウンドはどうでしょうか。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右、さあマンシオはどういう形でここは押し返してくるでしょうか。日本タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの東洋太平洋王座決定戦です。おー、降りてきた、あーショートの右を合わせます、そして右入れ替えて左、いや打ち終わりをあれだけ狙われると、はい、マンシオはやはりパンチも出せなくなってきますよね。出せなくなりますか、はい、この階級の東洋太平洋の第2位です。井上が1位、そして2位がこのフィリピンのマンシオです。圧倒的な力差を今井上が見せ始めています。左、おここは右を出してきました。マンシオ、藤川さん、はい、井上サイドですけど、はい、お父さんの慎吾トレーナーによりますと、左で崩して、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。はい、さあその指示通りのボディも出てきました。ここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のボディ、左のフック、マンシオの攻撃をうまくバックステップをちょっと距離を空けて、そこの引き際を打つんですよね、はい、こういう感じ、ね、はい、空いてるところをそして狙ってると、的確に、的確ですね、しっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日は足も、ね、そんなに動かさなくてですね、しっかり足を、あ、ナイス、地につけてしっかりパンチを打ってますよね、はい、西岡さん、はい、そしてこの上下の打ち分け、さらにボディという良さもこう今日は井上見せてますよね。上下の打ち分けもいいですし、あとその先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にこう滑るようなフットワークで、いいね、無駄がないですよね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、ニュートラルコーナーに追い込む、ガードメーカーの右、尚弥コール、両国国技館、あーっと逃げた、それに対して右を返す、さらに左、この2ラウンドダウンを奪った井上尚弥、左のフック、マンシオもここを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪ランキング2位のマンシオ、それに対して日本ランキング1位井上尚弥、ここで第2ラウンドが終了しています。このラウンド井上尚弥がダウンを奪いました。川島さん、はい、
ここぞというところでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね、はい、そしてこの最後の右ですよね。そうですね、はい、あ今は、はい、攻撃にあの無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くてまた無駄がない、うん、理想ですね、はい、さあ父慎吾トレーナーからまた直接今指示を受けます。慎吾トレーナー、そして今日プロデビュー戦を迎えた弟拓真、さらにはその横がお母様、そしてお姉様、家族井上家は5人で世界を目指そうというそんな戦いをずっと続けています。さあこれから3ラウンド、ここで井上尚弥が勝負を決めるかもしれません。ラウンド3第3ラウンドが始まりました。この試合に向け井上尚弥はしっかり流れを作って中盤 KO というそんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、はい、中盤までいかないかもしれない、それだけのこう内容を今日色々見せてますよね。そうですよね、もうそれぐらいの内容を見せてますよ、はい、ただここからマンションがどれだけねタイトルへの執念を燃やしてくるのかっていうのが見どころですけども、そうですね、今回は自分の成功そして家族のために戦うと話すヘルソンマンションです。ここにあただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね、この右フックですね、はい、オーバーハンドのフック思いっきり振ってきますから ね、 そうですね、また結構あのフィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが、はい、避けたと思ったら食らってるっていうところもありますので、そこはやっぱりねこれしっかりガードして避けてボディーでつなげたいですよね、はい、ボディー来ましたよ、さあただ今の左のボディーボディーです、そして右、さあ井上尚弥相手を見つめる、今度はマンションのボディーだ、左のボディー、さらに井上が返していきます、左でコントロールしてそして右、今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左からそして右、井上尚弥のそのボクシング組み立てが出ています。動きながら左を出します。井上尚弥今日はあえて接近戦も交えてそしてこのマンションと戦います、そう話していました。ここも接近戦からボディー、狙ってましたね、ある程度打たしておいて隙を狙ってそこを打ちましたね、さあマンションが下がり始めた、マンションが下がり始めた、ボディ効いてますね、残りはあとは1分10秒、あここで上ここでパンチまとめたいですね、ただマンションもここはうまく前を願える、左のボディだ、あーもうボディ相当効いてますね、ダメージが蓄積されます。さあ今日のフィニッシュシーンはどのパンチで来るか、井上尚弥第4戦日本タイトル戦はチャンピオン田口とその手前の前に判定決着になりました井上尚弥です。今日の井上選手非常にガードがいいですね、このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね、はい、ディフェンスも非常にいいです。そうですね、はい、そしてそのディフェンスからというのが西岡さん、はい、攻撃のその切り替えがいいんですよね、非常に早いですよね、でこのマンション選手非常にタフなんで、はい、あのじわりじわり攻めていってますよね、はい、そうですね、さあここも接近戦からそして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えてそして中盤 KO、うん、そのイメージというそのイメージ取り切れた、さあまた前に出る、あー効いてますね、マンションは下がる、あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない、マンションは耐えられるか、ここで第3ラウンドが終了しています。フェイントを引っ込めます、さあ世界前哨戦井上尚弥、1ラウンドから3ラウンドまでは圧倒的なそのボクシングで満州を抑えました。この4ラウンド以降はどうでしょうか、ここは少しうまく井上が距離を取ってみた、すごいやっぱですね、ちょっと痛かってますね、さらに右のストレート、今日は左そして右すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥が満州を圧倒しています。おお、ナイスパンチ、ここも合わせます、そして左右、さらに左を重ねるか、ただ満州もここは引きませんでした。あ、少しこの辺りはステップも使いながらという戦いに帰っています。西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けているそんな感じが井上からしますけれども、そうですね、やはりおしっかりガードですよ、
じわりじわり攻める左から弱らせていくっていう上下を打って弱らせるっていう意識があるんじゃないですかね。はい、さまざまなことを出しながらとにかく今回世界へつながるその自信をつけたい、そう話していた井上尚弥です。接近戦も使います、そして距離も取ります、ステップも使います、そして左も右もさまざまなパンチも出してきます。平野さん、はい、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんの慎吾トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね、はい、であとは左で崩していって、そして詰めてからのボディーだと、そしてフィニッシュにこのラウンドつなげていきたいという話をしています、はい、赤コーナーサイドは鈴木アナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、このラウンドで迎えるかどうか。さあロープを背負わせる、体を流したところをちょっと狙いたいですよね、はい、いつもの得意のパターンですね。さあまずはそして左です。まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。ここも右、左ジャブ、そして右、東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を我々の前で見せています。右、相手のパンチを全くもらいません。そうですね、やはり非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね、もっともっと、はい、一時こうボディでかなり追い詰めるというシーンも西岡さんありましたからね、はい、やはり打ち続けることでね、あのもっともっと弱ってくるので、はい、そのボディも交えた攻めを出せるか。そして本人の中では一つ今回見せられるのは、はい、打ち抜く右、その右のストレートが出るか。さあボディを出してきました。マンショー左目のあたりを切っているようですね。あ、そうですね、井上のパンチのダメージがマンショーの左目にここはダメージを与えています。ハイドボディでさ右落ちてきてるから、はい、弟拓磨が見つめます。井上尚弥とは同じ階級です。そして今日日本ランカー相手にプロデビュー戦を戦いました。判定で見事プロデビュー戦を飾った弟拓磨、その前でさあ兄はもっといい内容の試合をしたいんです、そう話していた井上尚弥。第4ラウンドまでこの東洋太平洋の戦い、このランキング2位のマンショーを圧倒してみせました。さあ父慎吾トレーナーからさらにここは指示を受けます。東洋太平洋ライトフライ級の王座決定戦です。12ラウンドで行われますが、4ラウンド終了時点でジャッジ3人は全てが40対35、井上尚弥を支持しています。さあこれから戦いは中盤へと入ってきます。若島さん、はい、ジムの会長もそして父親でもあります慎吾トレーナーもこの試合の内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、話しています、ね、はい、世界に行ける内容ですよこれは。そうですね、うん、そうすると史上6戦目で日本人が世界王者獲得、これは最速。さあ第5ラウンド井上の右、マンシオタフですね、さすがランキング2位、このランキング1位井上尚弥、ランキング2位のマンシオ、この2人による王座決定戦です。福永さん、はい、エルソン・マンショーサイドですが、目の上の傷ですが、ドクターのチェックが入りまして、はい、まだ傷は浅くて、そして傷の幅もそれほどないということで、はい、視界には全く問題ないということでした。マンショーのパンチはちょっと力強さがなくなってきましたね、うん、あ、そうですか、はい、マンショーサイドは立本慎吾アナウンサーです。さあ少しパンチのその威力がなくなってきた、西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えているという、もう上も下も効いてますよね、はい、ここでさらにもっと下上攻めたいですよね、このラウンドで果たしてノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥です。一発があるこのフィリピンのマンション、それに対して今度は右を出してきました井上尚弥です。ちょっと単発の攻めというふうにマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、うん、さあミドフック、これが出てきましたね、マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジが井上リードとしているということで、ここでマンションが出てきました。ただもう足もちょっ
ょっと定まらないですし、はい、パンチもちょっと威力はないですし、バランスも崩しますよね。そうですね、はい。さあここで左出てきたところにうまく右を当てます。キーダ、ここでまとめる。左井上がさ、巻いてた。井上の上が巻いてる。ロンドンを迫ってる。連打が続く。井上の上の足だ。もっとまとめたい、まとめたい。さらに出せるか。倒れるまで。さらに右。残り30秒切ります。ロンドン。井上の上が出る。ストップ。さらに右。ストップ。さらに右が出る。マッチを下がらせる。井上の上、世界に向け。このラウンド。さらに。太平洋王座決定戦5ラウンド、井上尚弥テクニカルノックアウト勝利。世界前哨戦を見事にテクニカルノックアウト勝利で飾りました。大したもんですね。本当ですね。このマンション本当にすごい強い相手なんですけども、はい、いとも簡単に井上選手倒してしまいましたね。そうですね、はい、圧倒してみせました。そしてこの5ラウンド残り1分を切ったところから一気にラッシュ、そして見事に今日も勝利を手にしました。東洋太平洋ライフライ級新チャンピオン井上。新チャンピオンとコールされました井上尚弥。あそこのチャンスでやはり詰め切れるっていうのがね、あれがもう大きな分かれ目なんですよね。そうですね、チャンスと見て、そして見事にラッシュで今日勝利を手にしました。さあ世界に向けて視界良好、東洋太平洋新チャンピオン井上尚弥です。12月3日東京都においてヘルソン満州12回戦を行い勝利を得たので、いや川島さん、はい、前戦が日本タイトルマッチ、はい、これも判定ではありましたがしっかりと手にしました、はい、そして迎えた第5戦、はい、前回の試合以上の内容を見せましたね。そうですね、今日はですね、少し足をしっかり地面につけて、はい、しっかりパンチを打ってましたね。だからその分パンチ力も増していいパンチを当てれることができましたね。また接近戦も良くてガードもしっかりしてボディ打ちなんかも非常に良かったと思いますね、はい、そうですね。いや西岡さん、はい、本当にこう第4戦の日本タイトルマッチよりも進化した姿、特にどういったところに進化した姿感じました？いや大きく強くなりましたよね。あとフィジカル面でも上半身も大きくなってましたし、やはりああいう、 こう地面を滑るような足使いをしようと思ったら脚力も相当いるんですよね、はい、そういった面もそうです。技術的にも非常にディフェンスオフェンス、進歩してましたよね。まずディフェンスがしっかりとしてそこからの攻撃、もうそのあたりの素晴らしい内容を攻守にわたって見せてくれたこの井上尚弥です。あと試合運びのこの落ち着きっていうのもね、それが一番大きいかもしれないですね。そうですね、慌てるシーンというのも全くありませんでした。相手はフィリピンのこの階級の第2位です。それを圧倒して、そして5ラウンドテクニカルノックアウト勝利で井上尚弥が勝利を収めました。さあ新チャンピオンはどんなコメントを我々に聞かせてくれるでしょうか。井上尚弥選手の勝利インタビューです。それでは素晴らしいテクニカルノックアウト勝利で王座を獲得しました井上尚弥選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。見事これ5戦目にして東洋太平洋のタイトルを見事掴み取りました。しかもテクニカルノックアウトです。どんなお気持ちですか？そうですね、まあ、東洋取ったことは嬉しいんですけど、いやなんせ相手が打たれ強かったです。はい、もう打っても打っても全然ひるむことなくて、まあ、ボディが効いてることは分かったんですけど、そこまで詰めることができなくて、まあ、ちょっと世界には整えたかなと自分の中では思ってるんですけど、まあ、あと会長と、まあ、父の判断で任せたいと思います。振り返ってみて逆に良かった点というのはどういうところでしょう？まあ、落ち着いてやれたということはすごく良かったと思いますね。そして東洋太平洋のベルトをプロ5戦目にして獲得しました。ここから先目指すものというものはもちろん世界という話もありました。それが遠のいたかなという話もありましたけれども、まあ、実際どうでしょうか？そうですね、まあ、今後目指す目標というのは、まあ、世界にとって
まあ、その階級で、まあ、真のチャンピオンになることが自分の目標なんで、まあ、そうなれるように今後とも頑張ります。ここから先どんなボクサーにまたなっていきたいですか？いやもう本当に皆さんが認めてもらえる本当強いチャンピオンになりたいです。それでは最後に今日もたくさんのファンの方が詰めかけました、テレビそして会場に詰めかけたファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日は本当にありがとうございました、これからもっともっと練習して強くなった姿を見せたいと思うのでこれからも応援よろしくお願いします。プロ5戦目にして見事東洋太平洋の新チャンピオンに輝きました井上尚弥選手でした。ありがとうございました。